前回のカズクラパフェフィーハートができたカズさんの村。ただこれだとそう音楽が聴けないんだ。だから巨匠にお願いすべく地下の掘り掘りをしてみた。地下を掘って掘って掘りまくって、これで音楽スペースの完成、どんな風になってんのか楽しみだな。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。あ、そうそうそう、巨匠にお願いするのめちゃめちゃ仕事できてるじゃねえかよ。どずるよりマックのポテト完成した音が欲しいですいやー、ほんと仕事がいっぱい来てるわ。あ、やべ、あ、みんなのとこ戻さねえとこ。いや、ビーコンが、ね、不足してるほんとに。はい、ほり。あれ、こんなところにも村人さんおるで。お方全滅したわけじゃない。最近ね、増えてきたんよね、ちょっとずつ村人。ご飯あげまくってます。えいよ、よっこいしょ。さあ行くぞ、速度上昇レベルに参ります。うわぁ、これでさらなる上の移動速度が速い。あ、でも、あ、海水浸かるとダメなんだね。あー、よっこいしょ。さあ、というわけで、あ、本日も湧き潰しとかちょっと行ってこようかな。この裏にね、システム、いやー、今めちゃ稼働してるわ。ちょっと減ってんな。あー、いっぱいある。ごちそうさまでーす。あ、ごちそうさまでーす。あ、どうぞまーす。あ、ただこのシステムね、コメント来ております。あずしさん、PE1.16.2 なんですけど、再現できないとどういうことですかと。まあ、これですね、バージョン、こっち Java Edition ってやつで、そちらが、PE、だから違うんですよね。だからそうなってくると、使えなかったりする。ただ、ゼロティックマシンが使えるとかっていう噂は聞いたので、それでやるといいんじゃねえのかなと。そう、バージョン違いとかあんだよな。難しいよな、いろいろな。あ、ほんで、アンシのスプラスポーフォン。これも持っていきますからね。うわ、結構な量のカーペットあるやん、これ。めっちゃ今回も湧き潰せそうです。さあさあ、では行きますかね。でも最近建築ほんと頑張ったよな。あ、でも道づくりとかも毎回ちょっとずつやっていくか、これ。道づくりな。で、ネザーもね。ん、子供村人なんか入り込んでんなまあいいんだけどね。うわ、聖地の跡がすごい。ジャーさんの聖地の跡が綺麗だな。んならこちらの方のね、湧き潰しをね、また行っていきたいなと思います。うわ、でも広がってる、ちゃんと上手。なんかちょっとこれパチャっていきますよ。おー、いやーす、いいねいいね。では参りましょう。どうよこれ。また一段と湧き潰しがね、終わりましたな。あ、ちょうど、あ、うわ、やっべ、今燃やされたらまずいぞ。大丈夫そっか。ちなみに、あ、今剣持ってねえな。どうなんだこっちの状況は。あ、そもそもこの松明やってたら湧かないんだったっけ。そうだよね。あ、これちょっと取っといて、またね、将来で、まだここら辺は湧き潰ししてないからな、言うて。まだまだですわ、ほんとに。うわー、でも進んだなー。いやー、この勢いで頑張ろう。そして本日は、視聴者様から、メッセージ、届いてます。ネザーの万歳システムが大変なことになってますと。これか、万歳システム。うわ、これだよな。多分こういうことだよな。減ってるんじゃないんですか、カズさんと。確かにこれよろしくないかもしれんな。うわ、これなんとかできんのけ？これ万歳システム。うわうわ、また来た。こっちの万歳システムはどうなの？ほんとだ。嘘だろー。うーわ、ここめっちゃめちゃめちゃなんか溜まりやすいエリアだったのここ。うわ嘘だろ。てかめっちゃ剣とか溜まってるやん。嘘だろ。ちょっと待ってよ。腐肉とか。うわこれは問題だ。これは謝罪レベル。申し訳ございません。万歳システムに不具合ございました。申し訳ございません。全滅まで行ってしまうとはちょっと想定外だ、これは。想定外。いや、結構密になってると、ほぼダメージ受けないんですけど。いやー。待って、まずやっか。まずあっちの、チェストきれいにしてくる。まずきれいにしてくるわ。これいついなくなったんだろうな、この万歳システムなー。はいやっべ、あ22レベル。もう福井体験を持ってくしかねえな、福井体験を。もうあいつはカズクラいる福井体験。近い。はいさあちょっとこれで綺麗になってきただろうな、こっちの方。綺麗になってきたなぁ。ただ、うわ、めちゃめちゃここやっぱ集まるエリアなんだな。集まり方がエグいんか、そもそも。ちょっと待って。一旦こっち来ないで、みんな。ここをなんかしないといけんのよな。ちょっと待って、今、考えてます。あ、整いました。OK ですよ、OK。整いました。一旦、こんな感じで片側からこう落ちてくるシステム。ほんでここもねいいです。もうもったいないんでこれ万歳システム回ができるかもしんない。これそっか、なんで気がつかなかったんだ今まで。こうしてあもう一個攻めてもいいな。おし多分ねシステム的には大体うんお前また来たんか。システム的には大体完成や。あとは新鮮なゴーレムが欲しいんだけどどうしよう。こっからちょっとね拝借したいっていうのはあるんだけど、あれ作るか作っちゃうか。カズクラうおー集めてんねー。いやちょっとこっち密度がね足りない時だから省エネ式ゴーレムトラップね、それを今、作っていきたいなと思っております。そんでですね、こちらの方に、ゴーレムさんを置いていくわけなんですけど、さあこんなハングリーな場所で果たして彼は生まれるのか。生まれるの今度 OK かな。いくよ。あー顔つきじゃないだ。そうだ顔つきじゃないでいくよ。うわ初めて生み出したで今。もう一点ぐらいちょっと一人じゃ寂しいよな。おーしこれで整った。おそらくこれで手が長いからいけるんじゃないのかなという仮説。これでノーダメージでいけるんじゃないか説だから、ここに落ちてたらいけると思うんだけどな。ちょっと連れてくるか。あ上におる。いくよ。あそっちもあります。それ考えてなかった。飛んでいくか。さあこれでだいぶエコな。あれこの卵に興味はあそういけんかな。こんでどうあれゴーレムお前こういうのあってもサッカーあってもさやるじゃんお前らいつも。このシステムダメか。ダメなんけこれ。あ違う分かった。もう一人の方に今ヘイトが向かっちゃってるだけだわこれ。あそういうことね。さあこうなった時にそっちから回るんじゃないでしょって、こっちからそうそう、そこに入って、おお来た、これ来た産業よ、これ来た産業。なんかここ上張っちゃっていいんじゃないかなこれ。あでもここの上来られるとなんかやだなこれ。なんかでうまいこと来られると卵割られるのだけは嫌だから、これで置いておこう。はーい、というわけでこれ完成形となりました。ゴーレム絶対やられない、万歳式トラップ、はい、これにて完成でございます。はーい、よかったー。はい、というわけでこれでゴーレムがねやられにくいということで省エネ式万歳式トラップできるかと思いますので、もしよかったら皆さんも作ってみてください。というわけで本日はこんなところでまたお会いいたしましょう。バイバイ。